言い間違いマジで多くてさ、今日のね、ゆうきゃんおいさんのラジオもね、聞いた人はね、あって思うかもしれないんだけど、なんか最後にさ、宣伝させていただけたりとかするわけよ。なんて言ったんだっけな、みんな。特撮サイト特設サイトチェックしてくださいねを特撮サイトって言ったりとか、もう一個ぐらいあった気がするな。なんかね、言っちゃってね、もうね、焦ったよ、もう本当に。てかさ、みごねー。マジでさ、興奮したの。文化放送さんにね、行ってラジオを撮らせていただいたんだけど、センスクさんも文化放送じゃん。だからお邪魔してるんだけど、センスクね、収録させていただいてたラジオブースと、ゆうきゃんおいさんのラジオのブースはちょっと違ってて、うわ見たことあるーみたいな場所だったの。映像とかさ、写真とかでよく見る、ザンなところだったの。見たことあるよ、声優さんのラジオのやつみたいな。映像付きのラジオとかでよく見たことあるみたいな。本物やんと思ってみこ、入った時さ、ちょっと感動したよね、さすがに。そっからもう感動して、おはようございます、よろしくお願いいたしますって、入って、あおちゃんが、わーって手を振ってるの見て、もう、本物だぞ、みたいな。一般のオタクが紛れ込みましたよみたいな感じなわけよ。すっげえあったかい現場でさ、あおちゃんもさ、めちゃくちゃさ、めちゃくちゃいい人でさ、もうね、やばかった。うち、あの声優がパーって終わって、じゃあ行きますかみたいな感じでね、もうね、パッパッパーっとね、収録を進んでいくわけよ。まあそうだよね。本当に大物声優さんだからさ、ね、忙しいわけじゃん。その前になんかお土産をね持ってきたの、みこ。差し入れで、それこそ鹿児島にね、行った時のお土産と、あおちゃんにはなんかお茶をね、お茶っ葉をさ、お土産で持ってったんだけどさ、たい焼きじゃないよ。たい焼きはまだね、スタートしてなくて、その時は。そう、有名なお茶。しかもね、高い方。チケンちゃんだっけな。有名なやつね。いいかなと思って。知らんちゃん。知らんたね。高いやつ。ちゃんとシールでね、高級って書いてあるやつ。お土産で持ってったんだけどさ、あまりにチョイスが渋すぎてさ、ちょっとこれでいいかなと思いながらね。しかも、ミコさん、この前さ、めっちゃ早めにさ、スタジオ着いちゃったって言ってたやつね。このラジオの収録なんですけど、実は。だから、文化放送さんにさ、めっちゃ早めにミコ行っちゃってさ、そうなんですよ。一旦帰ってね、また戻っていくっていうね、ことをやりました。緊張しすぎて、気合入りすぎてな。いや、嬉しかったのがさ、本当にさ、放送見てくれててさ、ポンポン話題がね、ミコピーみたいに出てくんの、ゆうきおいさんから。何これ、夢かみたいな気持ちになっちゃうね。めちゃくちゃ嬉しかったな。でさ、なんかもうぜひね、って。コラボもしましょうみたいな話してさ、うわっ、うわってなっちゃった。ちゃんと見てくれてたの嬉しいよね。ゲストさんだから、ちょっとチェックしておくか、みたいなレベルじゃなかったからさ、話してた時も。見てくれてるなって感じるわけよ、こっちも。嬉しかった。ねえ。ありがとうございましたって収録終わってさ、帰る時にさ、ワネちゃんがさ、もうミコがもじもじしてるからさ、それさしてさ、最後ですよ。何か言うことありますかって言ってて、ふ、みたいな、こんないっぱいの大人の前でミコなんかあおちゃんに告白しなきゃいけないわけと思いながら、このアニメとこのアニメも、見てて、すごい昔から、大好きですって。すごい応援してますよ、普通に。活動始める前から、声優さんのとして、すごい、見てて、公開処刑やん、ただの。ね。いや、でもさ、全然なんかミコね、コロちゃんの時もそうだったんだけど、やっぱね、ラジオってこう、対面で喋らせてくれるんでしょ。目の前にいるわけ。でもさ、ちょっとさ、もうあまりに緊張しすぎて、こうやってね、喋ってるんだけど、そうですよねー、ああ、いいですよねー、って、もう横にね、窓越しにさ、スタッフさんたちがいるんだけど、もうスタッフさんたちもさ、こう見ながらね、ほぼほぼスタッフさんと目合わせて、スタッフさんと基本的に目合わすんだけど、あおちゃんも見るみたいな感じで、そんな感じでしたね。でも喋ってる時はさ、なんかスムーズに喋ってたでしょうね。ねえ。
や、お前ら普通に考えてみなよ。ゆうきゃんさんが目の前にいて喋ってくれてんだよ。さすがにさ、キョドるよね。普通に考えて自然なんてでしょ。成長したんだわ、マジでねー。でまたね、お話ししたいな。このご縁をね、つなげていきたいっすね。またんね、大切にしていきたいな。プライベートでもご飯に行ったり、いや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 、さすがにさすがにできないよ。なんかそういう、そういうとこ踏み込めないみこしたいけどね、無理だわ。うん、したいけどねって言った瞬間にね、この場違いの、このバカみたいな、こバカみたいな気持ちがね、ミコの中に今ね、もう一人のミコが、行きたいけどねなんて、軽々しく言うなバカがみたいな、身の程をわきまえろっていうね、自分の中がね、今いた。もう言われたわ、もう一人の俺が。ねえ、すごいよね。なんか、スイちゃんとかさ、普通にさ、なんか声優さん食べに行ったーみたいな、お前どんだけだよと思ってんの。ほんとねえよ。LINE を交換しよう。いや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 。コロちゃんと LINE 交換したのもさ、かなり後だからね。